ちゃっ、こんにちは。さあ、豊さん。え、はい、あ、手を挙げた。そうです。豊さん、どこに。何を。FA を。もう、豊さん、どこに行くんですか。やりたかったな。豊さん、ぜひ、ね。いや、俺が横浜を出るときに FA を取ったんだ。はい。それはクビだったから。宣言する前に。ああ、そう。でも、日本ハムが、はい、まあ、ありがたいことにその FA 権を買ってくれたから。そうですよね、うん、FSL 選手は今どうしようか、どうしようかっていう動向で結構日々変わってきてまして、はい、今日も動きがありました、はいはい、まあ、今年注目されているのは西武のキャッチャーの森友哉選手、日本ハムの外野手の近藤健介選手、はい、そして例えば楽天の浅村選手なんかもそうなんですが、はい、浅村選手がまず楽天残留を決定しました。残る、そうか、はい、必要だっていうふうにやっぱり言われてっていう、いや、それは言うよな、はい、いや、それとやっぱ浅村は絶対必要だよ、はい、だって右浅村しか思い浮かばないもん、他のバッターで。そうですね。いやいや、本当に、うん、だから浅村は絶対いるよ、楽天とすれば。そうですよね。だから、まあ、残って一安心じゃない、楽天は。楽天は良かったと思ってるでしょうね、うん、あと同じ楽天で言えば、あの豊さんが、はい、非常にお得だよと言っていた、はい、唐島投手 C ランクの残留決定したんですよ。そうか、はい、豊さん的にはどう。いや、楽天が他の球団と同じぐらいに評価してくれたらいいと思うけど、はい、俺の中での評価はすごく高かったからね、使い勝手のいい、うん、はい、まあ、先発がもしダメでも中継ぎで絶対いけるっていう、うん、それもロングな中継ぎがいけるっていう、はい、まあ、そういうタイプだし、うん、なんかこう寿命が長いピッチャーのような気がして。そうですね。だから、そうか、はい、残留、まあ、評価してもらってほしいな。そうですね。他行ったらね、ローテーションには確実に入れるピッチャーだよ。 それも安定した投球を見せてくれるピッチャーだから、うん、ああ、そうか、残ったか、はい、まあ、楽天いいね。そうですね、楽天、石井監督の口説きかな。あるのかもしれないですね。そうですよね、はい、そして西武の森友哉選手ですけれども、はい、行使すると、はいはい、宣言しました。まあ、西武の選手は大体行使したら大体出ていくよね、うん、はい、うん、まあ、オリックスが本命じゃないかって言われてるところに、ところに、まあ、ジャイアン、はい、巨人の原監督が金使ってねえと、はい、お金を、いや、無理して使うこともないのになと思うんだけど、ね、まあ、だけどやっぱキャッチャー、まあ、そうだな、森がいてあれだけのバッティングをしてくれるんだったら、はい、まあ、欲しいよな。魅力的ですよね。まあ、魅力的だよね、はい、ただ森友哉のジャイアンツのユニフォームの姿をこう想像するとあんまり想像つかないんだよね。わかります。イメージもない。イメージはわかないんだよね、はい、だからオリックスでガンガンやってるとかさ。そうですよね。ここら辺は吉田正尚がオリックスはね、はい、メジャーに挑戦するとか。あ、そうですね、ポスティングとか言ってるし、はい、そしたら DH に入りやすいよね。そうですね、うん、で外国人めぼしいのいないし、はい、まあ、来年取ってくるのかも分かんないから、うん、でもキャッチャーをやりつつ DH もできて、 DH を外した時にはキャッチャーもできるしっていう、はい、だからまあ二刀流でいける。そうですよね。だしやっぱりその地元であったりとか、あとまあチームカラーというか。まあ、そうだね。はい、やっぱりオリックスもあの欲しいっていうふうにはもう熱望してるので、森友哉選手のことを、うんうん、まあ、なんか決まりそうな感じはするよ、ね、なんかするんですけどね。まあ、強いしな、いいピッチャーいるしな、はい、そうですよ、それを受けて受けなあいい、止めないかんよ。でもフォークボール多いから。そうですね、止めないといけないんですけど、止めないかんけど、はい、まあ、だけどまあまあ似合いそうな感じがするよね。しますよね。でもそれに伴って伏見が、はい、どうしようかっていうことでしょ。今、まあ、C ランクなんですけど、伏見選手が講師を熟考してますっていうふうに届いてるんです。それは熟考するよね、はい、森が来るからね。だから森選手が来なかったら、まあ、残る可能性があるよね、うん、来たらこれはだ、球団も頭が痛いところだよね。そうですよね。伏見も悪いキャッチャーじゃないからね。そうですね、もちろん日本シリーズでも、うん、まあ、若月がいるしね、はい、まあ、いろんな変容にはなってくるけども、だからオリックスにずっといれば、はい、なんかずっとキャッチャーだしね、はい、長くやっていけそうなんだけど、うん、他に出るとな、まあ、その能力に遺憾によっては短命に終わったりだとかする可能性もあるし、うん、だから熟考するのは分かる、はい、おー、これ例えば仮にですよ、伏見選手がじゃあ行使しますって言った場合は欲しい球団って結構ありますよね、キャッチャーとして。いや、あるよ。
そうですよね。それ森がダメだったら伏見行くかっていうことになってくる。ああ、だから本当にこの森選手の動向次第って早くしなさいみたいな、ね、決めてくださいってなりますよね。いや、みんな思ってるよ。早く決めてよって。あなたがどこに動くかによって俺が上げるか上げないかっていう人もいる、ね、いますよね。そういうところで言うとキャッチャー、同じくキャッチャーで DeNA の峰井選手が講師と、これは OB として何考えてんのこれはまあでも、まあ、峰井の中ではやっぱこう3人の併用になってるよね今、はい、DeNA が、うん、まあ例えば峰井、伊藤、戸柱、はい、で松尾が入ってくるよね。で今年ロッテが松川を使ったように、よかったら1年目から英才教育で使うんじゃないかとか、そういうことになってくると誰か弾かれるわけだから、はい、でも峰井は今年結構良かったんだよね、はい、一番かぶったんじゃないの DeNA で、はい、売り時って思ったのかもわからないし、あ、今が、それでね、峰井はね多分ね、あんまりね、俺がレギュラーでバリバリみたいな、うん、そういう欲はないと思う。多分2番手でもいいから、はい、ある程度出番があり、はい、長く野球をやりたいって多分思ってると思うんだよね、うん、だから FA だと思うんだよ。だってこんなにさ3人使い回しされてて、松尾が長瀬入ってきたって言ったら、いや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 、すぐクビになるんでしょみたいなって思っちゃいますもんね。いや、力が落ちたらね、はい、だからそしたら下位の2番手に行くとか、ソフトバンク、うん、東山、はい、でもな、海野いるからね。どう、あれもいいキャッチャーだぞ、まあ、そうですよね、ソフトバンクに、ホームラン、セーブでクライマックスシリーズ打たれて、ね、もうひっくり返ってたけどね、はい、こんなとこ投げるのかみたいな、はい、みたいな、その後甲斐に抱きかかえられて泣いてたけどさ、まあだけど、あのキャッチャーもいいキャッチャーだからな、だから峰井が行ったからといって2番手にはならないし、ただ東山という強力ななんか助っ人のような神様みたいな人がいるんだよね、アジア大峰井にとっては、はい、もう高校からのバッテリーで甲子園で優勝してるし、はい、だからそういう意味では、ああじゃあもう峰井が来たんだったら東山の時は峰井っていう、まあその命綱はあるよね。そうですよね、うん、だからまあでも、まあ、峰井の人生だしね、はい、だからそれはそれで行使して、まあ、評価されるところに、うん、まあ、行けばいいし。そうですよね、うん、でもしその西武、本当に森友選手がいなくなってしまったら、もしかしたら西武が誰かキャッチャーっていう風なのももちろんあるん、小川を育てるんじゃない、あ、もう育てる、そっちの方に行きそうですね、まあ、育ててもいいし、うん、まだちょっと時間かかるなと思えば、うん、それこそ伏見選手とか、まあ、取ってもいいし、うん、そうですよね。峰井が西武っていうイメージはないんだよね。それってなんか伏見選手の方があるな、ありますよね。この辺本当他の選手の動向なんかもかなり気になると思うんですけども、日本ハムの近藤健介選手は、こんちゃん、はい、こんちゃん俺の動画見てくれたかね、あのね、残った方がいい俺の動画あれ翌日ネットニュースになってましたからね。最近ネットニュースよく使ってくれるんだよ。ありがとう。ただあの写真だけはね変えてほしいんですよ、ね、変えてほしい。あれずっとあれ球場で撮ったりする。いや、球場で撮ったあの坊主の頭にさリュック担いでさ、リュック担いで、そうそうそう、どこの人、ちょっとね、その写真だけは変えてほしいんだけど、ぜひお願いします。もっといい写真あるし、もっとあるだろうってキリッとしてるやつが。そうですよね、うん、なぜみんなあれ、なんだ、なんで小田武道みたいなの使うんだよ。いや別に小田武道さんもあるわけじゃないんですけど、ね、いやいやいや、似てたら困るじゃん。そうですね、リュック背負ってましたもんね、うん、いやそうそうそう、いやだからそれはちょっと変えてほしいなと思って。そうですよね、でも、まあ、使ってくれることは記事はありがたいですけれどもね、そういうのね、まあ近藤選手がこれね見てくださったかどうかわからないですが、うん、でも一応その考え中ね、まあ考えるよな、はい、どうするのか、うん、この辺り。ただ近藤選手を欲しいっていうもう球団は調査来てますか。あ、いっぱいある、いっぱいある、あの巨人、うん、とかソフトバンクもそうですし、たくさんありますよ。巨人が取ったらいやらしくなるな、打線が。巨人来そうじゃないですか、お金使ってないって原さんがおっしゃってたし。使うなその場合近藤選手ってレフト、まあレフトだろうな、ウォーカー選手との併用みたいになるんですかね、うん、だから、まあ、そこら辺人が余ってくるよね。だからどう使っていくのかなっていうのがあるんだろうけど、うん、ただやっぱり巨人が取ったらそこはまあやっぱりレギュラーだよ。そうですね、うん、それはレギュラーで使うよ、うん、もうとにかく出塁率だけでいいから4割以上上げてくれって言ったらあいつ上げるから、はい、そしたら、うん、岡本とか中田翔とかの前に必ずランナーがいるっていうのは嫌だよ、はい、そうですよね、うん、
まあ、どうするかな。まあそうですよね、まあ、新しいコーチも入ったし、うん、でやっぱりもう一回新鮮味があると思うんだよね。球場も変わるし、はい、まあそれがね、行かない原因にはならないんだけども、うん、まあでも俺は近藤は残ると思うよ。残る、うん、言ってましたもんね。やっぱね、新球場の顔だし、はい、日本ハムが止めるよ。で、新庄監督も止めると思うよ、うん、もう実際にね、残ってほしいっていうのは伝えてるみたいなので、まあ、そうだよね、はい、だから一人も入ったし、はい、一人と一緒にやるとまた楽しいしさ、うん、だから俺は残るというふうには思うけどね、コンちゃんは。あ、まあファンもね、それを願って、まあ、だってコーンちゃん抜けたら、はい、誰が野手の看板になってくるんだよ。なかなかいないですよ。ないですね、まあ、杉谷選手もね、辞めてしまいましたし、まあ、杉谷は、まあ、看板ではないけどね松本剛選手とかになるんですよね。になるのかな、になってくるくるよな、うん、首位打者取ったしな。そうなってくると、そのベテランと言われる人たちがちょっといなくなるよな。いなくなりますよね。だからそうだな、うん、いや、まあ、ぜひとも残ってほしいけどね、俺は。そうです、ね、まあ、残ると思うけどな、豊さん的には、うん、あとですね、阪神の西勇輝投手、はい、これは10月31日付のスポーツ報知が一応残留する方向であることが分かったというふうに報じたんですけれども、うん、どうやら残ることも、まあ、関西地区を離れたくないんじゃない、うん、っていうのがあるのかもしれないですね。まあ、あるし、やっぱ阪神というね、はい、まあ、人気球団に席を置いときたいっていうのがあるんじゃないの。あ、まあ、そういうことなんですかね、うん、で同じ投手陣の中では阪神の岩崎優投手は、うん、残留、はい、FA 宣言をした上での残留を表明しました、はい、一方で岩貞雄太投手は迷っているという、まあ、迷うだろうな、うん、岩崎と岩貞って結構似てるからね、うん、先発と中継ぎだったらいいけど、はい、お互い中に入ってるじゃん現状でね、まあ、はい、岡田監督になってどういうような構想を描いてるのか分かんないけど、はい、まあ、そうなってくるとキャラかぶりするんだよね、うん、だから出る可能性はあるよね、うん、これを受けてなのかヤクルトが獲得調査に乗り出したというのが報じられていて、うんうん、やっぱり左は希少価値が高いから欲しいと、まあ、もちろんそうだろうね、はい、まあ、久保と田口と、はい、この3枚岩佐だとベンチに入れておけば、はい、やっぱ6枚入れるとして右と左でこういろいろ使い勝手が良くなるもんね、はい、バランス良くなりますね、まあ、ワンポイントでポンと生かしておいて、はい、まあ、すぐピッチャー変えて、うん、まだ2枚残ってるって言えばさ、はい、差し込みどころっていうのはすごく楽になってくるよね、うん、そうですよね、うん、なんでこの岩貞投手のちょっと動向が気になるかなというところですね。まあ、そうだね。あとの西武の外崎修太選手は残留を表明しました、はいはい、でさらに広島の、西川龍馬選手と野間貴義選手は権利を行使せずに残留することをもう発表したと。1年待つんだね。翌年こう様子を見るのかな。あ、こう誰が動く、いやいや、違う違う、自分のチームでの立ち位置とかね、ま、使われ方とか、あ、これだったら他出た方がいいとか、はい、あ、これだったら残ろうとか、はい、まあ、冷静に考えてるんじゃない、うん、あ、それを見た上でってことなんでしょうね、うん、西川龍馬と誰、ね、と野間貴義選手です、ね、はい、まあ、2人とも貴重な選手だな広島にとって。あ、そうですよね、はい、でロッテの中村奨吾選手は、はい、残留を基本戦に交渉していて今は考え中と、はい、まあ、どっかからの連絡があるのかどうか。そうですね、中村奨吾選手もやっぱり欲しいっていうチームありそうですもんね。まあ、あるよね、はい、まあ、あるけど、うん、まあ、それは様子見だよね。うん、まあ、難しいな、うん、一応吉井監督は、新監督はやっぱりその、ね、一応誠意は伝えたというか残って、いや、そりゃそうだよ、はい、いや、もう監督はね、誠意しかないから、はい、いや、あいつ出てくの、あ、さよならみたいな言うやつなんかいないから。一応は誠意を見せるし、はい、いや、中村はやっぱりロッテにとっては必要な選手だよね。まあ、あの顔というか、そうだね、はい、ですもんね。いやー、どうなるかが、今年の本当にあの FA する選手が多くて、注目選手が多いって言われてる中なので、いや、毎年そうだよ、まあ、去年も、まあ、去年もまあいましたね、た確かに、ね、うん、だから、まあ、どう決着を見るのかね、はい、まあ、楽しみだけども、はい、それによってやっぱり来シーズンの構想とか、はい、戦力比較をすると、はい、こっちの方が上になったとか、はい、単純に戦力だけで言えばね、はい、まあ、そういう風になってくる可能性もあるし、うん、まあ、新監督もいるし、はい、まあ、面白いな。そうですね、はい、でまたね、随時、速報みたいな形でね、豊さんが、はい、もし何かあればあればバーンといきますから、ね、はいはい、注目しててください、はい。